モンゴルと金の戦い第一次大金戦争は、13世紀にモンゴル帝国と金帝国との間で行われた戦争。1211年から1215年まで行われ、モンゴル軍が大勝した。モンゴル高原では9世紀にウイグル河岸国が崩壊して以来、強力な統一政権が存在せず様々な遊牧民が部族連合を形成し、お互いに抗争していたが、12世紀末、チンギスカンにより統一され、モンゴル帝国を形成した。一方、金は戦争による政策にもかかわらず、官化が進み、弱さを露呈しつつあった。モンゴル帝国は強力な遊牧政権の常として、周囲への勢力拡大を図り、その最初の目標として隣接する、最も豊かな国、金を視野に収めつつあった。モンゴル帝国の拡大。モンゴル帝国はまず、西夏との戦争を開始し、攻城戦に苦労したもののモンゴルの総主権を認めさせ、また天山ウイグル王国も服属させ、公庫の憂いをなくした。1211年、ついに金と開戦したモンゴル帝国は、兵力のほとんどを結集し、本拠地には、わずかの兵を残し、まさに総力戦とでも言うべき体制をとった。モンゴル帝国はまず内蒙古にいた、キッタイ系の遊牧軍団を服属させ、金の力を大いに削った。攻城戦では、西夏遠征の時と同じく主要な都市の攻略には、失敗したものの野戦では、勝利を重ね、また略奪することを主な目的としたため、モンゴル軍は迅速な行動に徹することができ、金軍を相手に勝利を重ねた。また、1213年には将軍コサトラによってクーデターが起こり、英将王が殺されコサトラ自身も殺されたことで、金は混乱を極め、次第に金の首都チュートは孤立していった。そこでチュートを包囲したモンゴル軍は金に、城下の命を求め、金もそれに応じたことで、一旦、モンゴル軍は内蒙古に退いた。しかし、モンゴルを避けるため戦争が、南の海風に逃れようとした際に、キッタン系などの所属の混成軍が反乱を起こし、モンゴルに援軍を求めたため、モンゴル軍は再び南下して、中東を落とし、モンゴルと金の戦闘は終了した。この戦争の結果、金は、黄河より、北のほとんどの領地を捨て、一地方政権に転落した。この結果、東アジア諸国の力関係は激変し、緊張の本土である満州ではモンゴルに投降する集団が数多く出た。また一連の戦闘において、誕生したばかりのモンゴル軍は、攻城戦をはじめとして様々な経験をつけ、後の征服戦争に役立てられることになる。ありがとうございます。